それベイスターズはだからまあ阪神に次いで優勝してないのかな。してないです。そうやろ。だから僕らが98年に優勝したのが38年ぶりで、うん、で今回のタイガースも28年ぶり28年ぶり一緒なんですよ。だからそうそう、だから一番日本一から遠ざかってたんですかね、じゃあタイガース。そう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 、タイガースは1位だよ。俺は2位が横浜。優勝はしてるけど日本一になってなかった。そうなってたもんね。優勝も少ないよ、回数は。2002年と、え、2005年かな。ね、6回かな、戦後。優勝したの85年でしょ。64年、2005年、62年があって、2005年があって、それで今回、うん、はいはいはい。そうなの。だベイスターズはだって最近優勝したったらゴンちゃんの時だけでしょ。98年です。98年か、はい、あ、だって1年だけだもんね。そうです。スーパーカートリーはどう。いた、いや、だから僕入ってきましたよ。豊川さん、加藤さん、広屋敷さん。ああ、そうか、あれいたのよな。いましたいました。僕入ってきて、もう広川さんはちょっと代打専門っぽくなってましたけど、あと口とあれだけ、はいはい、あれも俺が関わって入れたこと。ベイスターズ、はい、だってタイガースですもんね、もともと。野村治さんいたでしょ。はい、治さんいました。あれと交換トレードしてね。はあ、で阪神の時の監督が安藤さんで、はあ、でベイスターズが横浜があれ関根さんの2人とも騙して、はい、でトレード2人とも騙したんですか。でも野村治さんも僕入った頃ピッチングコーチされてましたよ。稲川さんがピッチングコーチ。ああ、そうかそうか、稲川さんいたな、はい、稲川さんいびっちゃったね、もう若い時。ちょちょ取りの稲川さん、うん、稲川さん男前でね、投げ方が独特のね、そうそうそう、綺麗な投げ方してね。小山さんは知ってる。そう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 。俺は小山さんが師匠だったな、はあ、ピッチングの、はあ、直接教えてもらったことないけど、はあ、あの人が投げるといつも後ろ行ってたの、はあ、だって僕より知ってる。僕はやっぱね、入った時は、うん、やっぱあの天野さんとか。天野か、近鉄に行かれた、はあ。で僕意外とこう鏡でシャドウするんで、映ると右じゃないですか、うん、だから右ピッチャーを参考にしてました、ね、おなるほど。その逆に見えるもんな。逆に見える。あ、そうかそうか。あ、俺もね、はい、よくテレビであの中継の時に鏡で反対に見たことある、はい、あの右ピッチャーが左投げるでしょ、で王さんの右バッターって俺よく見てたよ、こうやってこうやって面白いな、はい、あ、やっぱり大投手は違うよ、みんな共通のあれがあるいやでもで、ね、あの反対に言うのはいいことよ、はい、今の時 やらないのかね、そういうこと。あれすごい参考になるよ、はい、だから僕もやっぱ鏡、ピッチコーチの時は鏡を置いて端に見てたりとかしてましたよ、左で投げるやつとか。なるほどね、なるほど。そしたら右に見えるから、うん、でも僕も自分のシャドウ見ても右投げじゃないですか、うん、なるほど。だから右ピッチャーよく見てましたね。で、天野さんのあのヒールアップは僕どうやってもできなかったんで、あれね、ゴンド、昔ピッチャーね、池永さんとかね、俺らもう古い人で言うと、はい、稲尾さんとかね、はい、あの辺の人はこれやったよな。ああ、あの、その、今誰だっけ、あの、あの人さんね、ゴンちゃん、あ、だいたよね、昔こ う、ね、こういうこのなってるヒールアップする、時間少し全体にさ、球投げると球もこういう、それでこう、反動つけてるから、つなげる人多かったです、うん、上下でね。そうかそうか。だから江夏さんとかも、だから僕はカープ時代の江夏さんをよく見てましたから、抑え合ってて、うん、そうかそうか。だからそういうよく、なんていうんですか、雑誌とかで文化写真とか出るじゃないですか、うん、パパってかっこいいなと思ってて、うん、僕なんかキャンプ中にこう行った時に江夏さんおられて、うん、でこれは聞かなかった、江夏さんっつって、うん、僕あの文化写真見て、うん、若い頃っつって、うん、で江夏さんやっぱこうしっかりこう固めて、うん、背負い投げみたいな感じなんですよ、うんうん、であれやっぱ意識したんすか、青のほら左肩は絶対下がったかん、上からカーンみたいな言うわけですよ、でも文化写真だとめちゃくちゃ下がってる、下だから投げてるから、だからやっぱ感覚ってすごいなと思って、でもそこで江夏さん下がってますよとか僕言えなかったし言っとけばいい、言えないです、いや、まだ肩下がってるやんとか言うだからやっぱ大盛りのピッチャーみんなそうじゃないですか、そう感覚なんだよ。村田チョイさんでもこんなになってるし、平松さんでもそうじゃないですか、平松もぐーっともうこの手がね地面につきそうなぐらいしたんだよ、それでぐーっと持ってきて、だから背筋とか腹筋がさ、そうでしょうね、体全身ね、昔の人は投げてたでしょうね、うん、だからやっぱりみんなあのねじりながら投げるっていうかさ、はいはい、強かったもんね、でしょうね、
そうじゃないとあんだけ投げられないよ。それもだって中3日だなんだな。だって権藤さんも権藤権藤雨権藤と言われたっていうぐらいですか。ここで夜の酒ぐわーっと浴びるほど酒飲むから壊れたんだよね。そうそう、だって1年で30何勝してんでしょ。そうそうそう。でね、何イニング？350イニングぐらい投げてる。もっと投げてんじゃない？420イニング1年。俺みたいな雑魚でも6年連続200イニング投げてる、ね、それすごいですよね。だそれしても最近知ったかな。みんな言うから、はいはい、ここ10年か20年、はい、そのやってる時はそんなことさ、6年も200人投げたからなんです、ね、いや連続ってすごいですね。連続すごいでしょ。だって それでも全然何のあれもなかったよ、自慢も、はい、ごく当たり前みたいな、はいはい、でそんな話はね恥ずかしくてできないのはね、東尾とかあいつらと喋るじゃない。あいつらすごいんだよ。投げてます。半端じゃないんだよ、200人は。300何本とかさ、あんな体でよ、なんだろうね。稲尾さんとか月10勝とかね、あるじゃないですか。そうそう。なんだそれ、中3日で投げてんだよ。そうですよね。で、そんなにしんどくなかったからって言いそうなやつが今の時のやついるけど、しんどいよな、昔も今。絶対しんどいですよ。1回投げたら。だからなんか勘違いしてんだよね、今の子。まあ、でも高校時代毎日投げてますもんね。そうそうそう、そのね、まあ、高校とプロ一緒にできないにしても、うん、あの太田浩二にさ、はい、まあ、すごいねって、あの延長18回の甲子園投げて、はいはいはい、あれ何百球投げたんだっけね、あの試合300、はい、投げて、ね、あの試合が一番楽でしたって言うんだよ。でなんで言ったら、いやその前の日まで毎日500球投げてたですよ。だから試合が一番楽だったっていう。いやそれをやれって言うんじゃないけどさ、そんなこともできたということはね、できない方おかしいじゃん今は、はいはい、ね、やれとは言わないけど、はい、やらないでさ投げちゃいかん投げちゃいかんってね、もったいないわな。ピッチャー投げるのは仕事ですからね、うん、だからね、あのだから投げささない、投げさせなさすぎというか、そう投げさせなさすぎ、そうですよね、うん、俺ベイスターズもあのラミネスの時にもっと投げさせときゃね、やめんのもよかったピッチャーも育ってるしね、あの優勝も俺何回かしてると思うんだよ。その辺がやっぱり分かってくれんとな。で全員がもう一緒くたんにしてるんですか。一緒くたんになってるから。だから投げれるやつは投げさせた方がいいし、そうそうそう、投げれないやつは無理させないですけど、うん、それをもう全部一緒くたんにしちゃってるから、うん、俺この前 の, あの日本シリーズでもそうだけどさ、はい、4戦目に左のピッチャーが、オリックスの左ピッチャーが立ちますか、田島が投げてさ、はいはい、7回に、はい、すぐ変えた途端に逆転されたで、はいはい、であれを変わらない方が俺はいいと思った、はい、なぜかって流れがあるから、はい、あんな短決戦は一瞬にして流れが変わるから、であの日あれ田島のまま投げても完投してるよね、軽く。なるほど。俺はそう思った。まだ少なかったですね、80何球なんだ、なんであそこで変えるのって。あれがまあただ今までの流行なんだね、うん、だからあそこで勝ってりゃ俺オリックスは優勝したと思う。ああ、だから宇田川行かれて、あ山崎行かれて、余計な、ほんで結局宇田川まで潰れたでしょ、余計な試合投げちゃうんですよ。だからね、あれは結果論じゃなくてね、まあ野球って全部結果論なんだけど、あの時にあの投げさせときゃいい、なんで変わるんだって。だからあれはやっぱりあの野手の監督だからね、ああいうところに変えてしまう。ああ、全然打ててなかったんですか。ほんでそれを反省して、もう帰ってもいいのに山本9回投げさせてさ、ね、あの6戦目に、あんなも別にあんだけ点差があるんだからさ、楽なやつに投げさせばいいじゃない、まあ、あれも無理に監督がしなくたってさ。だからそうなんかね、やっぱりあのおかしいよね今。そうですね、せっかくのあれをさ。だからそうやってましてや、あの田島の時にああいう結果になるからなおさらっすよね。そうなんだよ。だから結果なんだ、結果そうなっちゃうんだよ、はい、ああいうことをしたら。だからあれはね、大間違い、あのベンチの最大のミスだよ、俺に言わせて。あれだからあのまま逃げ切ってオリックス勝ったら分かんないですもんね。いや、分かんないですよ。あれ完投してたらね、ああ、もう次の試合、リリーフもつぎ込めるから、はい、だーっとこれで俺らいけるぜっていうね。あれ、あの試合実はオリックスが負けた試合、あのゲームが一番だよ。もう結果で言うけど。そうですね、あの1敗が大きかったことになりますよね、うん、そう結果的に。